地中レーダーの模式図地中レーダー無視、射地中レーダー地中の様子地中レーダー探査とは、高周波の電磁波を地中に向けて放射し、ある地中の箇所より跳ね返ってくる反射波の相似を測定することによって、地中の様子を探査する方法で、物理探査の一手法である。電磁波の速度は地表面の状態や地下媒体によって異なるが、反射波の相似を測定すれば、その深度がわかる。 また、反射強度や波形によって反射物が何であるか予測できる。支柱レーダーは道路やトンネルの地下埋設間調査、空洞調査、油田や鉱脈、近年では地雷の除去や考古学的な調査にも応用されている。支柱レーダーはアメリカで製造されているものが多いが、日本でも NTT グループのアイレック技研株式会社をはじめ、複数のメーカーが開発。 製造を行っている。土質、含水量によって電磁波の減お及び到達距離が異なるので周波数帯を使い分ける。波長が長い電磁波の方が深くまで到達するが、指向性及び分解能が下がる。周波数が高いと地表で反射したり、減水量が大きく探査深度が限られる。これに対抗する方法として、近接場における超指向性の応用による、 超解像技術が開発されている。連続波地中レーダーは一般的な地中レーダーよりも数倍の探査深度がある。ありがとうございます。